十三日に福島県沖で起きた地震の影響で、トヨタに続き日産も工場の操業を停止します。日産が稼働を止めるのはいずれも神奈川県にある主力の小型車ノートを生産するオッパマ工場と商用車を生産する日産車体の湘南工場で、二十二日から二日間休止します。再開がいつになるかは決まっていません。 13日の福島県沖の地震で取引先のメーカーが被災し部品の供給が滞っているためです。